今回はゲスト菊池グリグリさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。どうもこんにちは、はじめまして、菊池グリグリです。押し馬のグリでもあります。はい、よろしくお願いします。YouTube では押し馬っていうチャンネルでグリっていう名前で活動してるんですけど、本業は、菊池グリグリって名前で、名刺には構成作家競馬ライターって書いてます。で、そうですね、競馬中継とか、ま、今川崎競馬場のYouTube、公式 YouTube チャンネルの中継担当してたりとかするんですけど、あとはまあ雑誌に寄稿してまして、で、POG に関しては競馬王の POG 本、ちょっと今手元になくてあれなんですけど、はい、で、かれこれどんぐらいですかね、2015年ぐらいから行かせていただいてる感じですね。はい、で、日高方面を担当してまして、POG 本に出てくる日高の育成牧場は結構行ってます。今年は14箇所行かせていただきました。はい、そんな感じです。お願いします。リナさん、 POG 何か分かりますか？初心者なんですけど、ペーパーオーナーゲーム、うん、おー、合ってますかね？合ってます。どんなものかって分かりますか？事前に指名馬を指名選んで、こうなんかポイントみたいのでやっていくみたいな、曖昧な知識しかないです。なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっとそんな、まあ、リナさんのために、菊池さん、ちょっと POG とはどんなルールで、まあ、どんな風にやるもんなんだっていうのと、じゃあ簡単に教えていただけますか？はい、まあリナさん大体理解されてるなと思ったんですけど、まあ、仮想のオーナーになるってことですね。紙上のオーナーって意味でペーパーオーナーっていう風に言うんですけど、これからデビューする現2歳の馬を、まあ、ルールに従って、まあ、5頭のルールだったり10頭のルールだったりいろいろあると思うんですけど、指名します。で、その馬が稼いだ賞金額に応じたポイントで、たくさん稼いだ方が勝ちってことですね。要はね、時間的にはどっからどこまで稼いだ？一番ポピュラーなというかメジャーなルールは、2歳のデビュー、6月1週目に始まる新馬戦から次のダービーですね。まあだからダービーが終わって新馬戦が今始まるルールになってるんで、ダービーからダービーへっていうイメージですね。ポンさんは POG はちなみにやられたことあるんですか？毎年やってて結構ガチでやってますね。今シーズンで言うと3つぐらいやってて、うん、POG は始めるにはお金かかるんですか？基本的にはかかんないんじゃないですかね。いろんなサイトでやってますよね。まあ、大体メジャーなスポーツ誌ごとにあって、あるいはまあ POG 本の中にそのなんていうんですか、登録してランキング上位に来ると、なんかそれに応じた賞金だったりとか、物が当たるような感じがあるんで、一人でも楽しめますよね。要はサイト登録で、まあもちろん JRA 版でもやってますし、サイト登録でも楽しめるし、あとは仲間内でなんか集まってやるとか、そういうパターンもありますよね、うん、まさに僕は今今シーズン、昨シーズンからなんですけど、自分で主催して仲間内で、あの POG スタリオンでこう内輪の賞レースみたいな感じでやったりとかもしてますね。皆さん、なんとなく分かりましたか？はい、分かりました。はい、ありがとうございます。じゃあグリさん、これ、はい、POG、まあ、ちょっと本をね書かれてる側としてちょっとねこれをお伺いしたいんですけれども、うん、はい、初めてこうやろうという方、まあ、視聴者の方でもいらっしゃると思うんですが、うん、まずなんかどんなことをしたらいいのかな、どんなところを参考にして馬を選んだらいいのかなっていうところがあると思うんですが、なるほど、これはいかがでしょう？まあ写真で印象いい馬を選ぶっていうのがまあ一つありますよね。まあ、まずはね、どの雑誌どの POG 本もたくさんグラビアがあって写真が載ってるんで、自分が好きなというか気になった馬選ぶっていうのが一つ方法としてありますよね。あとまあコメントですよね。一頭一頭に大体、今の調教どんぐらい進んでるとか、なんだろう、乗ってる人の印象だったりとか、はい、こんなところが適性がありそうとか、そういうのがあったりっていうのが書いてあるんで、まあ、そういうところも読んで、見てもらえると作ってる側としてはありがたいですね。テキストだけのページもたくさんあるんで、はい、そういうところも見ていただけるとありがたいなっていうのと、まあ、あとは、血統じゃないですかね。活躍馬の妹弟だとか近親だとか、ファミリー単位で応援していくと、なんかこう
年月を重ねて楽しめると思いますし、まあ、馬券的にもいろいろね、その馬の血統の特徴とかを覚えると活かせるシーンとかもあると思うんで、まあ、POG も馬券につながるし、馬券も POG につながるしみたいな感じで行ったり来たりしながら遊んだら楽しいかなっていう印象です。なるほど。コメントを結構読むっていうのもね、こう我々読者側からしても、はい、まあ面白いところなのかなと思うんですが、うんうん、特にこう書いてる側からしてこういうコメントがあったら熱いとか、こういうコメントが特に要注目みたいなフレーズとかってあったりします？いっぱいありますね。乗ってる人のコメントとしてトーンが高いとか、写真についてるコメントのやつだと文字数が決められてるというか紙幅が明らかに決まってるんで、僕やってる競馬王のやつだと60文字で収めないといけないんですよ。明らかに他の馬から聞けなかったコメントがあるときはもうなんか情報すっ飛ばしてそのコメントに重きを置いて書いたりとかしますね。例えばなんだろう、数字の情報、今販路で何秒ぐらいで乗ってますで、何月頃移動予定ですみたいなこととかって基本的には置くようにするんですけど、そんなことよりもここを強調した方がいいなっていうのがあったりとかするんで、なんとなくこうトーンが高いコメントってね、いっぱい見てると見えてくると思うんですよね。あとはまあ育成場ごとのなんかインタビューを書き起こしてるページもあるんで、そっちの方だともうちょっと それを丁寧に聞いてるって感じだと思うんで、まあなんだろう、写真のページ見てコメント読んでもらって、で気になったらその牧場の方のページに飛んで見てもらってみたいな感じにすると、なんだろうな、見方としてはその一冊の本のなんか歩き方じゃないですけど、なんかガイドマップとしてそんなイメージでやってもらうと、またちょっともしかしたら今までの皆さんの見方と変わるかなっていうのはありますね。うん、でやっぱいい馬に多いコメントで言うと、なんだろう、背中とか乗り味に関して言及してる言葉ですかね。なるほど。背中がいいとか。そうそうそう。とか、なんか乗ってる人の体感以上に時計が出ちゃうみたいな。出た、黄金フレーズですね。そうそうそう。あとはなんだろう、これ意外とみんなそこまでなんていう気にしてないって言ったらあれですけど、なんか扱いに困ってるんじゃないかって思うのはやっぱ気象に関することですよね。うん、気象面に関するコメント、僕は個人的な選び方なんですけど、ちょっときついところがあるとかピリッとしたところがあるとかで、決してマイナスではなくて、やっぱ競馬で勝ち抜くためにはちょっときついところもいるじゃないですか。うん、気の強さというか、僕は競馬向きの性格みたいなコメントの方が走ると思ってます。正確な集計はごめんなさいしてないんだけど。なるほどね。うん、おとなしくて人に従順でみたいなコメントが並びすぎてるよりは、意外とそのきついとこがあるとか我が強いとかってそこまでマイナスしなくていいんじゃないって思ってます、僕は。他のポジティブなコメントがあれば、走るけど気象が心配みたいなのをそういうニュアンスで書いてたりとかするけど、結局走る馬ってきつい馬なんですよね。うん、なんかその結構馬の人が一口馬主界隈でも聞くのは、そのきつい気象とかちょっとやんちゃぐらいの方がこの1歳とか2歳の初期の頃に結構放牧地で自分から走ったりいろいろこう機敏な動きをするから、その分なんか仕上がり、勝手に仕上がるというか、なんか仕上がりやすくて結果的にこう早めから立ち上げれるみたいなことは聞いたことがあって、なんか今話を聞いててそことちょっと通じる部分もあるのかなみたいな感じで思ったりして聞いてましたね。リナさんも結構気性うるさい馬好きですもんね。そうですね、激しめのね、なんか応援したくなります。あ、うん、メイケイエールとかもね。そうです、あ、そうです、そうです、はい、好きです。わかりました。まあ、実際この、まあ、牧場、これ特に一口馬の司会場合とかでも多分言われることだと思うんですけど、その牧場を取材されて取り上げられる馬って結局どう決まってんのかなみたいな、まあ、結構一口とかだと自分の出資馬が取り上げ、どこにも取り上げられてないから期待できないのかみたいな感じで結構こうネガティブなこうツイートされてる方とかだったり、逆にこういっぱい取り上げられてると、あ、すごい期待されてるんだみたいな感じで盛り上がったりとかって、まあ一つのこの時期の楽しみでもあったりするんですけど、なんかその選定方法というか、どういうふうにこれ決められてるんですか？基本的にはですね、まあ一部大手の牧場さんで
取材する側がこの馬を見せてくださいってオーダーするところもあるんですけど、それって本当1箇所2箇所とかもうちょいか、まあでもせいぜい 2,3 箇所ぐらいのレベルで、あとはもう牧場の人が選んでます。事前にリストをくれたり、あとは当日行って今日は何頭ですみたいな、15頭ですとか30何頭ですとか、はい、そんな感じで、もうなのでもう牧場の人がまず選んでますと。で、一口の人に、なんか今おっしゃったような、乗ってないからがっかりとかって、本当してもらう必要全くなくて、なんだろう、もうすでに積んじゃったっていうパターンあるんですよ。まあ、積むってのは、要は北海道の育成場から本州に移動してますっていう。最近特に早いんで、っていうパターンがある。まあでもこれはもちろん悲観しないと思うんですよね。一口やってる人たちも。で、それ以外のパターンで二つ、なんだろうな。なんかその時見栄え良くないとか、そういうパターンもあるんですよね。今ちょっと撮っても綺麗に撮れねえなみたいな。これってなんかまあ いくつか要因あるんだけど、まあなんだろう、なんかちょっと外傷があるとか、怪我って言うほどでもないけどちょっと外傷があるんでとかだったり、ちょっと今休ませてるところで、なんかその将来的に大きな影響があるわけじゃないけど、うん、なんか写真を撮るにあたって今あんまりコンディションが良くないみたいな場合もあるんで、でやっぱ走ったやつに限って取れてなかったねっていうことあるんですよ結構、うん、例えば最近で言うと千代田さんとか千代田牧場さんとかでサークルオブライフとかって撮影入ってこなかったし、まだ本州に積んでなかったんですよ。積んでなかったんだけど、まだいたはずなんだけどその候補に入ってなかったりとか、もういっぱいそんなんあげたらきりないぐらい。オブライフって結構8月デビューだから、なんかすごい順調にいってなかったとかではないわけじゃないですか、うんうんうん、それでもなんかやっぱりそういうのってあるんですね。やっぱり、よく育成場の人に聞くのが、なんかまあ4月5月にやっぱ変わるんですよね2歳よって、うん、すごく。だからそれまでそんななんて言うんだろう、印象良くなくて例えば候補から外れてたのが、ちょうど青草出てきたぐらいの時期にガラッと良くなってとか、それでなんかその予定よりも早く本州に移動できるねみたいなパターンもあるだろうし、撮ってるのがもうとにかく3月なんで、はい、だからその時に比較的コンディションいい馬とか期待馬が出てくるっていうイメージですね。だからなんか本当写真載ってないけどなんか悲観しなくていいと思うんですよ。僕はちょっと一口やってないんであれなんですけど、もうなんかすごい期待されてなかった、されてたけど走らなかったみたいな馬とかも多いじゃないですか、うん、はいはいはい。なんかそういう馬とかはどういう理由とかが多いんですかね、うん、あ、そうっすね、なんだろうね、なん、うん、まあ、よくあると僕的に思ってるパターンで言うと、さっきのその気象の話にもつながるんですけど、大体育成場って、早くても一波論12秒台半ばから後半ぐらいまでしかやんないんですよね、うん、そもそもの、なんだろう、撮ってる過程で言うと、要は北海道の育成場にいる間っていうのは、トレセンの調教に耐えるための訓練をしているというフェーズなんですけど、で、そこで、まあ、こう、やってる調教と、トレセン行ってからの、もっと早いタイムで走る調教をやっていくと、なんか、きついところが出てくるみたいな。ことがあるっすよね。そうすると、なんだろう。まあ、人間とかでも、ボクサーとかが、減量とかで試合に向けてガーッと仕上げていくと、なんかこう、ちょっと変わってくるじゃないですか。目つきとか。攻撃的になると思うんですよね。人間ですら。だから、馬ももちろんそういう面があって、だからやっぱ早いとこやってみたら、もう、ちょっとコントロール効かなくなって難しくなったとか、あとはなんかこう15秒台14秒台ぐらいで乗ってた時はそうでもなかったけど、早いところやってみたら案外だったみたいなことがあるのかなっていう、うん、まあやっぱ見栄えだけするけど走らしてみて案外だったねとかスピードなかったねみたいなことなのかな。すごい初心者的な質問なんですけど、POG の馬を、はい、ラインナップ最初にみんなが選ぶときって全部の馬から選び放題なんですか？
そうですよね。まあそのルールにもよると思うんですけど、基本なんだろう、そういうさっき最初に言ったような大きいサイトとかはあんまり縛りがないことが多いんじゃないかなって思いますね。POG 選ぶ上でこう POG に向いてるなと思うグリさんが思う血統だったり馬体の特徴って何かありますか？血統というか、まあ種牡馬、うん、でいうと3代目割引、3世代目はちょっと割引いて考える、うん、3世代目割引、はい、3世代目割引、4世代目狙いとか、今年の2歳でいうと北サンブラックとか3世代目になるんですよね。初年度2代目2世代目って走ったけど、今の2歳ってイクイノックスがデビューするより前に種付けされてるんですよ。新鮮味がちょっとなんていうの欠けてるじゃないですか。3世代目ってなると2年分新種ボーバーも出てくるんで、でプラス初年度が走ってるかどうか分かんないっていうところの種付けなんで、種付けする側がちょっとなんていうんだろう、結構ギャンブル性が高くなるんですよね。特に種付け量が高い種牡馬だとエース級の繁殖がに付けにくくなるというか、うん、生まれてきた姿があまりにも良かったから今年も来年もみたいなこともないことはないんですけど、対局で見ると3世代目はちょっと繁殖の質が落ちがち、うんうん、だから今年とかってすごい北サンブラックみんな取りたいと思うんですよ。だけど僕は今年北サンブラックは嫌い時かなっていう感じの、うん、そうそう、だから3世代目はちょっと嫌う。で逆に4世代目になると初年度が走ったの見てからつけてるんで、4世代目は当たりっていう種牡馬多いです。でそれの流れで言うと5世代目になるんですけど、今年絆めっちゃ多かったんですよね。絆の初年度って社内の王座少なかったんですよね。確か全然いなかったっす。社内グループ全体で22、3頭とかしかつけてなかったんですよね。うん、なのでそれをゼロとしたら今年4世代なんです。4世代目なんですよ。社内の王座的には確かに4世代目みたいなカウントがもしかしたらできるのかなっていうのはちょっと思ってます。馬体面でいうとどうですか？こういう馬体の馬がとかなんか。2歳の3月ぐらいに写真撮ってるじゃないですか。だから体型崩れてて当たり前なんですよね、うん、なのでこの時点での形が良すぎる馬っていう選び方はどうかなと思うかな。よっぽど完成度が凄まじいぞみたいな感じだったらあれなんですけど、僕はちょっと例えば腰高だなみたいな方が方を取ってるかもしれないです。現時点の形が良すぎるっていうのが、なんだろうな、伸びしろがあんまりなかったりとかケースもあるんで、馬体が完成してるやつを多分自分だったら選んでたので、うん、そのさっきおっしゃってたなんかまだ未完成だけどの方がいいっていうのを聞いてすごい勉強になりました。まあ、結構やっぱ1ヶ月2ヶ月でねガラッと変わったりとかするんみたいなんですよね。だからその変わる様までは僕らは見れてないんですけど、現地では見れてないんですけど、そうそうそうっていうところも加味して、であとまあ写真で同じぐらいいいなって思ったら僕は誕生日が遅い方選びます。そうか、伸びしろがあるから。おうん、うん、あ確かに現時点での評価がそのなんか野球選手でも同じ能力でベテランか若手なら若手使うみたいな、うん、あそう、そんな感じかもしれない。グリさん日高担当で、まあ、今回も取材されてるということなので、はい、日高の馬でこういうところに目をつけるとこうミーハーチも低くて面白いんじゃないのというところがもしあれば教えていただきたいんですが、競りで馬買うのが上手い社長がいるっていうのとかは日高ならではかもしれないって今思いました。なるほど。具体的に言うと、そうだな、今取材は行ってないんですけど、KI ファームさん、ロード。なんで J さん行ってんすか。いや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 、僕はだってそれでロードバレンジ出資しますから。ね、一口やってる人はピンとくると思うんですけど、うん、KI の中村さんは、競りで馬買うのうまいんじゃないですか。だから僕もロードで一口やるならやっぱ競りで買ってる馬出資したいなって思うもんね。あとは今で言うとコスモビューファーム、岡田茂之総帥の三男の方がコスモビューファームの社長さんなんですけど、
コスモビューファームの社長も多分競りで買うの上手い人ですね。だからロードほど知られてないかもしれないですね。だから今年も競りで買ってきたっていう育成馬を僕袋とじにと書きました。いいと思ったんで、うん、ありがとうございます。じゃあ最後にちょっとじゃあ一言初心者に向けてこうアドバイスというか一言こう今年から POG やろうかなっていう人に向けてグリさんからぜひ一言いただければ嬉しいんですが。なんか僕自分が最初に POG やった時のことを覚えてるんですけど、やっぱちょっとなんだろうな、渋い血統を狙ったりとかあえて丸貝狙ったりとかちょっと木を照らったことをしようとしたんですよね、うん、でなんかすごく全然ポイント稼げないみたいな時があったんですけど、なんかやっぱそれが楽しくもあり苦い経験でもあり、じゃあどうすればいいんだっていう風にこう研究し始めたんで、なんかまずはやっぱり自分の思い思いに選んでみて応援してみてっていうのから気軽に本当敷居の低い遊びなんで参加してもらって、はい、うまくいかなくてもそれに懲りずにまた次のシーズンっていう風に楽しんでもらえたらいいなと思いますんで、はい、まあ、一緒に POG やろうぜって感じですね、はい、ありがとうございます、はいはい、ということでもう40分近く収録しましたが、はい、すみません、はい、ありがとうございました。適当に伝えるところだけ使ってください、はい、ありがとうございます、はい、ということで、グリさんでございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。